今回は巻き型の直し方について、まあ、私の直し方を解説したいと思いますで巻き型はですねここなんですあのビジブルボディの胸部と腹部これを出しますねでちょっとこうやってこっちに持っていきますねうんこれでいいですねこれがあの前胸筋ですね前のこ筋ですでここにねいいツボがあってですね これ素晴らしい壺があってあの中府運門という壺があって皆さん鍼灸師の免許を取られた方はあの、まあ、丸暗記させられたと思いますが、まあ、中府運門天風脅迫尺卓交際列決敬居大円漁斎少々という壺があってで少々、ね、とか魚斎というのは大変な名決でですねあの、素晴らしい壺なんですけどここはあの針の壺じゃなくてお給の壺なんですよ。 で魚菜は私は随分自分で自分に針しました胎炎とかねあの皮膚病にいいんですよあのちょっとしたかぶれとかはねこの胎炎にお灸据えるとねあの3日もしたら治っちゃうんですよ <laughs> で大変な明けつなんですけどね今はもうお灸する時代じゃないですのでね暑いですしねほんのちょっとのお灸をつまむ練習っていうのがねごまつぶ台に つままあ、反米流大って言いますけどね、まあ、米粒の半分の大きさにつまんであの線香で火をつけるっていうのもやっぱ何百個か作って火をつけないとね、練習しないといけないんだけども、お灸の時代じゃなくなったんでまあ、アメリカ化してきましたねでこの中府雲門で雲門穴ってここにあるんですね。ここ でこの雲門穴がいいツボで,で、運網というか、まあ、要するにこ肩甲骨浮こう突起ですね、カラスの口の突起なんですけどね、ここに私はよく針をします。ピッで安全なんですよね、こっちに向けて刺しちゃいけませんよ、あの肩甲骨に向けて刺すんですよね、でこの辺からピッと刺すと、ね、すっと緩むんですよね。それからあの今見た ここですね中腹血中腐血どこに取るかなんですけどお、まあおうの取り方とあの針の取り方は違うんですで私はだいたいこの辺にとるんですここがねで肋骨がコリコリコリってちょうどここが重なってるんですよねこの筋肉とねここがね重なってるんですよでこの辺がよく効くんですよねそしてまあ女性の場合は乳房がありますのでねあの ちょっと女の人がヒヤッとしてあっとかまあそういう反応当然出るんですけどそんなことお構いなしに治療します。あのそれでそういう時にねこの解剖図を見てもらいながら治療するんですよこっち見ててねって言ってあのちょうどここだからねって言ってねちょうどここだからここででそのつぼ、まあのもうこういうのがあってねっていう話をしながらねあの治療する。つまり あの治療する側とされる側がこれを見て客観視しながらねつまりその客観視しながら治療する客観性を共有しながら治療するというのが大事なんですそしてこの辺をプチプチッと貼りさせて場合によってはこの辺にプチッと貼りさせてねそれからこれ六個図ですねこれねこれをこう「他をフェードする」じゃなくて他を表示して この前胸筋がねこ巻き型を作る筋肉ですね当然これ肩甲骨を引っ張る筋肉ですからね前胸筋この前胸筋のこの肋骨に針を当てるんです肋骨コリコリしてますまあ太鼓状あのかまぼこ状ですねちっちゃなかまぼこみたいにコリンコリンとってこの間に刺しちゃいけませんコリンコリンとしてるちょうどこの骨を指で挟んでその真ん中に針を打って で絶対に骨にに骨当たるる。ように針をするだからままっすぐ刺さないといとけませんよ。これあの骨がこう太鼓型でしょだからこっちに行ったらスルッと中に入る恐れがあるからあのこの肋骨にまっすぐ針を当てるというのが大事なんですここにねカチッと当てるでこういうふカチッとこう当てるわけですよカチッカチッカチッカチ,ッカチッ カチッと当てるとですね。すっと緩むんです。その時にまあ手刀でね。ここをマッサージしてあげるで,で、私はひ肘をここに持ってくることが多いです。あの肘をね。今その手刀で特に女性の場合はやっぱりその群れに手が行くんじゃないかって。不安っていうのは誰でも持ってるんでね。特にあの？ まあその治療を何回もしてるうちにそんな心配しなくなるんですけどね最初は誰でもそうです、まあ、心配しないでねあの手刀だからってでこう手刀を当てといてぐりぐりとこうマッサージしてあげるでこういうのは高10年ですねあの針し免許しか持ってない人でも前10年、後10年はしていいんであの針の効果を高めるためのそういう前10年、後10年あの針の 特に針の後のの後マッサージっていうのが大事なんですよね。ゴゴリリそれから肩を持ってねあの、まあ、ちょっとこれで骨を出しますね骨をコッコッとこう出して筋肉をクイクイとこう出すとこうなるですよ。でこの辺を持ってグリーングリーングリーンともう遠慮なくグリーングリーングリーンと動かすんですよねでこれも大円筋ですねそうするとね最初ねあの女の人はやっぱ あの抵抗感あるんですよ、この肩触られるってね。そんなのはお構いなし、そんなこと気にしてたら治療になりません、そんなこと気にしてたら治療にならないからねって,言って、治療は治療ですからねってうんと言いながら治療をします。そしたら、大丈夫なんだと思ったらねふ、ふっと力が抜けるんです、そしたらグリーングリーンと動き出して、肩をこっちにぐわっと動かしてあげるんです、ぐわっと動かしてあげるんですね。そしたら はい肩回してみてって言ってもぐるぐるっと回るとああぐるんぐるん回るというそうするとこの辺血流が良くなるでしょ血流が悪くなるのはこの筋肉が硬いからですね血管圧迫してるからで血管というのは最低限6ミクロンがないとですね赤血球が通らないんです赤血球は8ミクロンがあります。 それでこれ赤血球ですねこの赤血球が8ミクロンがあるんですねでこれがまあ老廃物とまあ栄養とそれから老廃物酸素の、うん、それからまあその二酸化炭素のやり取りをして代謝していくんですよねこの赤血球が8ミクロンがあってあのこんなふうに血管の中をねちょっと待ってくださいね こうすると血管の中を流れるんですよね。しかし、この血管がね。ロミクロンがないといけないんです。毛細血管はロミクロン必要です。それでその時にこの赤血球がぐにゃんと歪むんですよね。赤血球がぐにゃんと歪むので、このこれは赤血球の変形脳と言いますね。で、この変形する時にこの壁を擦るんですよね。その時にあの酸素と二酸化炭素のやり取りをしている。 しかしこれがもう6ミクロン以下になって5ミクロン4ミクロンとかになったら充血渋滞するんですよ赤血、うん、球の渋滞のことをおけつと言いますあのおけつは多分習ったと思いますけどね私が今すら言うことでもないんですけどあのこういうとこおけつですねでこのおけつはここにありますけどドロドロの血ですねこんなのが全身になるのが現代人ですこれはもうクーラービエー症候群 クーラー冷え症候群なんですでクーラーラが普及してからまあ、各部屋1台にクーラーがある時代になってからコリがあの大きくなってきたんです深部のコりがひどくなってきたでこりが硬く大きくなってきたんで,で私も35年前はだいたい腰の治療でもね4 0ミリの針でできてたんですよ4 0ミリ5 0ミリの針で今はそんな針で深いところ届けはしません で針が10年おきぐらいに伸びて、まあ、6 0ミリの針をあの使っていた時期があってですねそれでもう6 0ミリでも届かなくなっちゃったんですそれで7 5ミリの針になったつまり針が伸び,た伸びたということはこいりが大きくなったんですねでこういうのはあのカッピングですよねこういうのはそういう中はもう出した方がいいとあのこれはね レバー状の血を見るっていうのは気持ち悪いかもしれないけどまあプロはそんなこと言っちゃいけないんであのこういうのこれはカッサだと思いますけどねおけすですねあのカッサ療法とかはもうそんな毛細血管なら壊した方がいいわとねガサガシャガシャッとねもう別名拷問療法というぐらい痛いそうですけどそれは最初のうちだけ痛いんで中国や台湾の人は子どものうちからやってます。 風邪の治療にでカッサでザーっと擦って壊しちゃった方がいいです。毛細血管再生しますからね。あら、荒療治に見えるでしょうが、決してそんなことはないんですよ。あの、痛いこと治療でもねしてあげないといけない時はちゃんと説明してしてあげないといけません。これも団子になってるんですよね。こんな血があってもね。これ流れないんですよって。これはまあ美容のためでしょうか、ね。お金この方は？あの？ こここでこうするとでまあ大分市でこれやってる人いないんですよね中国台湾ではもう普通にやってます関西関東福岡でもねザーッと擦っちゃうでこれもあの人間の皮膚が強くなってですねとってもいいんですまあ私はやってませんまあまあ地方ではやりづらいんですよね これはまあこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。で、あの体力つきますね、あの血管が再生するとねで、針治療も同じでね、一回壊すんですよ、微細に壊してしまうんです、そうすると再生するんですよ、血管も筋繊維も。再生するときは、ね、骨折と一緒なんですよ、再生すると新しいものができるんです、組織はみんなそうなってます。 あのー、骨折してそれがつながったら元より強くなるというのと一緒ですねだから針をしてるとだんだん筋肉強くなったりしますねこれはあの面白いんですよねボディービルダーなんかはその辺をよくまあ心得ていて筋肉を壊しておいて再生する途中でまた壊すとで壊,し壊して壊して壊してるうちにあのガチガチの体ができちゃうんですね。まあ、それがいいかかどうか知りませんよ あの筋肉柔らかい方がいいと思うんでああいうやっぱ鎧のような筋肉を作るにはそういう作り方をするとそれはもうそういうムキムキがありますねそういうことであのちょっと血液の流れと筋肉要するに凝っている筋肉はとにかく毛細血管が細くなってしまっているということなんですそれで血液が通らないだから食事もそうだし冷やさないようにということととにかく 一回ちょっと痛くても針でぶちぶちぶちっとついて壊してそして血液を流してあげるそうすると大体40代以降の人で3日もするとスカーッとするんですよそのすかッとする感覚があの体が軽くなるとですね筋繊維が復活するとですよで血流が元に戻ると体が軽いゴルフをしている人だとねあのボールが飛ぶと。 あのそういうことをおっしゃいますねだからそういうことを一度覚えるとね、まあ、ちょっと痛いけどそれ我慢しようとそうかしてるうちにね痛みに強くなるんですでそういう治療を私はやっていますまあ,あの古典経,経絡治療とは違いますけどねあのそれはもうそれぞれ経絡治療をする人 深部高血圧治療する人、その中間ぐらいの治療をする人、それから福岡で最近流行っているルート治療ですね、これもなかなかのものですね、あのルート治療する人、いろいろいていいんですで。治療にとって必要なのはですね、ルート治療とか探すとばっと出るでしょう、でルート治療がものすごく普及してるんですよ。で、これはもう中国の打ち方ですね。あの、 マシンの打ち方でではないんです中国の打ち方で北京道産とか、ね、クリアボディ鍼灸医さんも同じようなあの画像が出てきますわーっといいっっぱい打っちゃうんですよ、ね、で、こういうのは鍼灸師が「これは打ちすぎだ」とか言う人もいますけどねあのそれは需要と供給の関係ですからね患者さんがいいと言えばいいんですよ。で患者さんがもうこんなにい打たれて痛,い痛かったって いいう人ななら多分次行かないでしょ行かなくなくるんでですよでも老働治療はどんどん増えてるんですよ。ということは治療ニーズがあってその治療ニーズに応えてるということでしょ。治療ニーズに応えてるんだから普及するんですよね。治療ニーズに応ええててなければ消えていくんですよだから常にニーズは変わるということですね。治療ニーズは大体50年ぐらいで変わります。 だからその時代のニーズをよく読んでそれに合った治療をするというのが大事ですね。だからこの治療法はねなかなかいいですね。あのまあ治療に関して治療家がよし悪しを言うのはいかがなものかなと思,思います。私はははは要すするるにそれを決めるのは患者さんででであって、ね、治療家ではないです自分は 私はこの打ち方はしない。こういう打ち方習ってもいないしですね。それから針をほとんど置かない針を置く時はパルスをかける時で筋肉をこう動かしてねだいたい心拍数に合わせて動かして温めながらとにかく血液を流していくというのが私の治し方なんですけどこれはこれで患者さんがこれでいいって言うんだからこれでいいんです。ではこれで終わります。